1979年、シンガポール。仕事に出かけていたある夫婦が帰宅すると、自宅には戦慄の光景が広がっていました。なんと浴室に最愛の子供たち4人の惨殺死体が折り重なっていたのです。そして絶望の淵に立たされた夫婦の元に届いたのは気味の悪い年賀状でした。もう子孫は残せないね。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。始まりました、はい、世界の事件をお届けしております海外ミステリーファイル、はい、お時間でございます、今回ね、シンガポールで最も非人道的な犯罪と言われました、ゲイランバル4兄弟殺人事件についてお届けします。シンガポールの事件って初めてですね、そうですね、うちのチャンネルで扱うの、ね、今までやったことなかったんですけど、はいはいはい、これ事件名にもなっているゲイランバルはシンガポールの歓楽街の名前なんですね、でそれがちょっとヤバい地域でもあるので先にご紹介しましょう、はい、ゲイランバルとはシンガポールね、比較的治安がいい国であるものの、このゲイランバルは昔ながらの歓楽街であまり治安が良くないと。古い町並みで安い宿や安くてまあ美味しい不衛だけど不衛生な食堂などがあります。で東南アジアらしい風情を味わえる地域でもあると言われてますね。だけどその反面、堂々と路上で賭博行われていたり、非合法も含む売春宿が数百件以上ある。で治安はあまり良くない地域です。格安ホテルに連れられて女性が一人で観光宿泊するのは危険で、シンガポール政府公認の売春地区であるそうです、ね、まあまあ売春宿がですね、ある場所っていうのはやはり闇組織とのつながりとかもね、あるからさ、やっぱこうマフィア関係とかもね関わってきてすごく怖いじゃないですか、そうなんですよ、で今回はそんな危険な地域で幸せな家族を襲いました凶悪な未解決事件です、で40年以上経った今再捜査が行われて世間の注目を集めているんですよね、ということで今回の事件のポイントは戦慄の年賀状。なんと事件後に犯人から年賀状が送られてきたんですけど、その内容がねかなり意味深で胸クソの悪いものです、はい、そこにご注目ください、それではまずこの事件の発端から見ていきましょう。ゲイランバルの家族。1979年シンガポールの中心部から東にあるゲイランバルという地域で事件は起こりました。治安の悪い地域でしたが、公共の住宅団地が多く立ち並んでいて、その団地の中の5階に住むある家族が被害者となってしまいます。家族は6人で、父親のタン・クエイチャイ38歳、その妻リー・メイイン30歳、2人の間には4人の子供がいて、上から長男のタン・コックペン10歳、次男のタン・コックヒン8歳、三男タン・コックスン6歳、そして長女のタン・チンニー5歳。夫婦はミニバスを持っていて、それを使ってスクールバスの運営をして生計を立てていました。父クエンチャイはドライバー、母メインは子供たちのお迎えや事故のないよう子供たちをきちんと座らせるなど車掌として働いていました。そして夫婦には日課がありました。それは子供たちが寝ている間に仕事に向かうため、仕事の途中で公衆電話から自宅に電話をかけて寝ている子供たちを起こすこと。電話で起こされた子供たちは眠い目をこすりながら学校に行く準備を始め、準備が終えると4人一緒に自宅を出て、妹を幼稚園まで送ってから3人の兄弟は小学校に向かうというのが単家族の日常でした。そんな中迎えた1979年1月6日午前6時35分。いつものようにタン夫婦はすやすやとまだ眠っている子供たちにキスをすると家を出ました。午前7時10分、母親メイインはいつものように子供たちを起こすため公衆電話から電話をかけました。しかしいつまでたっても誰も電話に出る気配がありません。いつもなら起きるはずなのに。結局何度かけても子供たちは電話に出ませんでした。このままだと子供たちが学校に遅れてしまう。そう心配した母メイインは今度は隣人に電話をかけ、子供たちを起こしてくれないかとお願いしました。連絡を受けた隣人がタン家族の家のドアをノックしましたが応答はありません。耳を近づけても子供たちの声も聞こえない。それどころか家の中から人の気配すら感じない。その状況を隣人から聞いた夫婦はスクールバスの仕事が終わると急いで自宅に向かうことになります。ですね、朝の電話で子供たちが起きなかったことってのは今までなかったそうなんですよ、で母親のメインは遅刻の心配もちろんね、やっぱりちょっとなんかおかしいと、これ不安になっていたそうですね、でまた事件当時のシンガポールではですね、児童の失踪事件が発生しておりまして、幼稚園児あと小学校低学年の生徒が単身で登下校するのは、大変危険な時期だったそうです。なんかそういうね、時代背景といいますか、そういう状況だったわけで、もうより心配だったでしょうね、そうですよね、
でおそらく仕事も手につかなかったんじゃないかと夫婦は思います。でようやく仕事を終えた夫婦自宅に戻るんですが、そこで最悪の光景を目の当たりにしてしまうんです。2人が仕事を終え急いで家に帰り着いたのは午前10時頃でした。玄関のドアを開け家の中に入るとそこには物音一つしない異様なまでの静寂。夫婦は恐る恐る各部屋を覗いていきました。リビング、子供部屋、寝室、そして最後にたどり着いたのが浴室。そこで夫婦が目にしたのは子供たち4人の遺体。子供たちは全員がシャツと下着だけの姿で血まみれの状態で、その遺体は積み重ねられていました。4人の遺体は凄惨な状態でした。全員頭を刃物でめった切りにされていて、子供たちの体につけられた傷は少なくとも20箇所以上。その中でも長男コックペンの遺体だけは右腕がほぼ切断された状態でした。地獄のような光景に母メインは気を失いそうになるまで泣き叫びました。すぐさま周囲は騒然となり、無数の野次馬が団地一帯に殺到。警察が駆けつけ捜査が開始されることになります。部屋は特に荒らされておらず、金銭や貴重品は何も盗まれていませんでした。また窓が割られていたり扉が壊されたりなどの強制的な侵入もなかったことが判明。犯人の凶器も発見されませんでした。しかしキッチンから包丁と小さいナイフがなくなっていたため、この2つが凶器として使われたのではないかと推測されました。その他にもいくつか犯人の痕跡は発見されたものの、犯人逮捕までの手がかりとはならなかったのです。言うても子供4人いてるじゃないですか、はい、ね、で子供4人をめった刺しにしてるわけでしょ、うん、そうです。1人じゃないよね、うん、複数なのかな、ねね、なんかわからん、ね、勝手なイメージですけど、1人やったらね誰か騒いで、まあね、わたわたするじゃない、ね、そうだよね、なんでそうわたわたするイメージかっていうのが、うん、痕跡残るはずじゃない、もうちょっと そんだけ4人の子供をめったたしようとするの、うん、こんな凄惨な犯行現場の状況なのにもかかわらず手がかりがないのがおかしいんですよ。そうなんですよ、うん、で、まあ、その中でも残っていた犯人の痕跡についてなんですけど、うん、はいはいはい、まず一つ目が血痕ですね、うん、キッチンのシンクに犯人のものと思われる血痕あった、うん、で警察は犯人が返り血を浴びたか、まあ、自らも出血したかで、うん、まあ、自分の体とか服についた血痕ね、逃亡前にここで洗って落としたんだろうと考えたそうですね、うん、なるほどね、うん、いやなんか血痕残ってるんやったら、うん、なんかね逮捕できそうなもんじゃない。そうなんですよ、血痕ってさ、うん、すごく大事なポイントなんだけど、これ事件が起きたのが1979年であると。あー、はい、当時の科学捜査、鑑定技術、今と比べて、まあ、未発達なんで、なるほど、ね、まあ、その血痕を捜査に生かすことがまずできなかったというところです。で、2つ目の痕跡が髪の毛、毛髪ですね、うん、右腕が切断されかかっていた長男コックペンの右手に握られていた数十本の長い毛髪があった、うん、まあ、これ犯人ともみ合いになった時に引き抜かれた犯人の髪の毛なんじゃないかってことが推測されました。でも、まあ、これもまた捜査技術の限界です。だから特にその時代だからね、これで犯人特定につなげることはできなかったということですね。まあまあ時代がね、時代だったらもうすぐにね、うん、逮捕できてたでしょうけど、あとなんか髪の毛グラッてやったってことはなんか反抗したでしょうね、うん、だから長男がね、兄弟多分ね守ろうとしたんでしょう、ね、どれもね、これが本当に現在であれば有力な証拠なったと思われるんですが、だからそのことをね、時代とかを悔やむ犯罪学者、事件の関係者少なくないと。で最終的に警察は現場の状況からですね、これは計画的な復讐行為、つまり単一家への何らかの恨みが殺人の動機なんじゃないかってことで結論付けました。ってことは顔見知りというか身近な人、そうなんですよね、うん、ではここからは当時の警察の捜査を見ていきましょう。絞られた犯人像、現場から手がかりを得られなかった警察は並行して聞き込み捜査を開始することにしました。すると隣人から想定される犯行時間、つまり夫婦が家に不在だった午前6時35分から午前10時頃の間に悲鳴や騒音がなかったという証言を得ます。このことから警察は2つの可能性を考えました。まず1つ目は複数犯の可能性。これだけの残虐な犯行が行われたのになぜ目立つ物音がなかったのか。大きな物音が立っていないということは音が出ない状況を作ったということ。つまり一人が騒音立てないよう子供たちを押さえつけるなどして、もう一人が子供たちを殺害したのではないかという推測でした。そしてもう一つの可能性ですが、警察はなぜ物音なしに部屋に入ることができたのかという点に着目しました。窓や扉は壊されていませんでしたし、戸締まりなども問題はありませんでした。ということは
犯人は至って普通の方法で家に侵入したと考えられました。それは子供たちが普通に家の中に迎え入れたということ。そうなると犯人は子供たちが警戒せずに迎え入れてしまうような人間、つまり単家族の顔見知りが犯人である可能性が考えられるのです。以上をまとめると犯人は2人以上の可能性があり、かつ単家族の顔見知りであると警察は考え、その線で捜査を進めることになります。うん、なるほど。やっぱ複数でしたね、こういう状況だったら、ね、そうですね、うん、まあまあ4人ということもあってね、うん、そう思ったんですけど、確かにね、うん、ちょっと聞いてると、うん、顔見知り説っていうのは非常に濃厚な気がするよね、うん、やっぱ、うん、入れちゃうってね、入れ、うん、そうそう、あ、いつもの何々さんだから入れようとか、ね、だってね、鍵閉めてね、うん、出てってるわけやから、絶対ね、子供だけやから、うん、うん、で、あと両親が家出たの6時35分でしょ。そうです。で、隣人が来たのが4時10分、はい、35分間、うん、犯行時間だよね、はあ、って思うよ、これね、で、これ警察による数百回にわたる聞き込み捜査ありました。で、近隣住民からさまざまな証言が寄せられております、うん、その証言ね、例えばこんなのがありました、はいはい、まずその1は、単家族の部屋の外で血にまみれたカップルを目撃したという情報があります、だけどこれはね、そのような情報の根拠が捜査で、ね、見つからなかったので、まあ、目撃者が思いついた虚偽の供述であるとされております、で、2つ目です。犠牲者の長女チン・ニーが男性と格闘しているところを目撃したと言っていた人間がいたっていう情報ですね。ちょっと遠いですね。遠いね。しかもチン・ニーって格闘できるほどの年齢ちゃうでしょ。女の子で5歳、5歳でしたからね、で、これに関しては、まあ、当の目撃者は結局見つけることができなかったというところです、そしてその3ですね。事件当日、これ1月6日、近くを回していたタクシーの運転手が警察に次のように述べております、事件当日の朝8時ごろ、犯行現場の近くのどこかで20代の男を拾ったと。で、その男がタクシーから降りたとき、ドアにぶつかって何かが落ちたんだ。それはナイフだった。で、彼をよく見ると、体の左側が血痕で、まあ、覆われていたっていうところだそうですね。これ一番信憑性ありますね、うん、なんかね、タクシーの運転手のお話ね、で、警察もそう思いました。あ、これは当たりかもしれないと捜査を進めていきました、するとこのナイフを落とした男は、単家族の隣人の一人だったんです、謎のおじさん。タクシー運転手の目撃情報をもとに捜査を進めると、このナイフを落とした男はなんと単家族の隣人の一人であることが判明しました。男は単家族の間でおじさんと呼ばれていたマレーシア人で、毎日のように単家族の家を訪れては母国マレーシアにいる人と話すために電話を借りたりするほどの関係性。警察はすぐさまこのおじさんの身柄を確保し、タクシー運転手に対してこの男が乗車した男かと顔を確認させました。するとこの男です。なんとタクシー運転手はナイフを落とした男とおじさんが同一人物であると答えたのでした。ついに犯人を逮捕したと思われましたが、最終的に殺人と結びつくような決定的な証拠が見つからなかったこと、犯行時間帯に単家族の部屋を訪れたところを目撃した人間がいなかったことから、逮捕から2週間後、おじさんは証拠不十分のためにあっさりと釈放されてしまったのでした。こうして犯人として最有力な容疑者を釈放した警察の捜査はまたしても振り出しに戻ることになります。絶対これおじさん怪しいですけどね。めちゃくちゃ怪しいね。タクシーの運転手も言うてるからね、こいつだよっつって、で、こいつだよってね、直接会って言うてるからね、はい。で、これ実は単家族が住む団地の5階の共用廊下にはですね、毎朝いつも座って単家族の子供たちが遊んでいるのを眺める、これを日課としていたヤム・インティンという年配の女性68歳がいたと、で、当然警察はヤムさんにもね、聞き取り捜査を行っているんです、で、事件の朝、単家族の家に入っていく人間見なかったかっていう質問に対してね、そのヤムは、いや、その日はたまたま髪を洗っていて外に出ていなかったから何も見なかったと答えたそうです、なんでその日だけっていうね、見ていれば、で、これ釈放されたおじさん、その後すぐに同居していた妹とともにこの団地から引っ越していきます、で、その行方は誰も分からなくなっちゃったそうです。めっちゃ怪しいけどね、まあ、いきなり子供たち全員を失ってしまい、悲しみに打ちひしがれる単夫婦なんです。その後、2人のもとに年賀状が届くんですけど、その内容に戦慄が走ります。犯人からの年賀状、
事件が起きてからおよそ2週間後、シンガポールでは旧正月を迎えていました。そしてタン夫婦のもとに1枚の年賀状が届きました。突如として4人の子供たちを何者かから奪われてしまったタン夫婦。新年を祝うような気分ではないものの、年賀状を見てみるとそこには幸せそうに子供が遊んでいる風景のイラストが描かれていました。皮肉とも取れるその年賀状の差出人の名前を見ると2人に戦慄が走ります。犯人より。そして年賀状に添えられている一文を読んで夫婦は愕然としてしまいます。そこに書かれていたのは、アーチャイ、アーエン、もう子孫は残せないね。はっはっは。アーチャイ、アーエンというのは父クエンチャイと母メイインのあだ名で、この文章は事件のことを知っている人物でしかありえないものでした。まず子供全員が死んだことを送り主が知っているということ、さらに家の住所を知っていて、まだそこに夫婦が住んでいることも知っているということになります。そしてもう子孫は残せないという一文、これはメイインのかなり深い事情を犯人が知っているということを示唆していました。というのもメイインは4人の子供を出産した後に不妊手術を受けていました。つまり子供全員が殺されてしまった以上、文字通り子孫を残せる可能性はないのです。もちろんこれは単なる悪趣味やいたずらだったという可能性も考えられました。しかし警察はこの年賀状の差出人を特定できず、結局事件の犯人も真相も手紙の意図さえわからないまま事件は収束していったのでした。なんやねんな、これ年賀状ってね、これは悪質やな、ひどいね、本当にひどすぎるよこれ、はい、だからまあでも年賀状の内容からいくとやっぱ身内というかね、うん、近しい人のね犯人説濃厚ですよね。そうですよね。で謎の多さ、こう手がかりの少なさから捜査行き詰まってしまって、はい、まあやっぱ事件さまざまな憶測を呼びます、はい、例えばですね、憶測その1がギャング説ですね。タン夫婦が裏社会の怒りを買ったことで復讐された、だからその見せしめとして子供たちが、うん、まあ、殺されてしまったんじゃないか、うん、まあ、どういった怒りかというと、まあ、実はタン夫婦はギャングらと詐欺行為に関与しており、分け前をめぐって対立が生じたとかですね、うん、ギャングに頼まれて引いた宝くじを夫婦が独り占めしたと、まあ、そのお金でミニバスを購入したなどですね、うん、でさらにこのギャング説から派生して容疑者として最有力のおじさんいましたけど、うん、が実はギャングだったという説もあるそうなんですね。でこれがおじさんがギャングだった説です、うん、で警察の捜査が思うように進まない、でおじさんがあっけなく釈放されたのもおじさんがギャングだったんじゃないか、まあ、いや警察が手を出せなかったんじゃないかっていう憶測も飛んでいるようですね、うん、まあ、冒頭でね僕言ったようにその場所柄、はい、やっぱ売春宿がね、うん、乱立しているエリアなので、はい、やっぱギャングマフィアそういったものはね、うん、多分起こしてるんで、はい、うん、なんか怒り買っちゃったっていう方がなんか腑に落ちる気もするんですよね。突拍子もないこと言ってるんですけど、そうですよね、うん、で他警察が集めた目撃証言の中にですね、うん、まあ、先ほどちょっとご紹介しました血にまみれたカップル目撃したっていうのありますよね、はいはい、うんうん、でおじさんは釈放後同居していた妹と共に引っ越したっていう情報、うん、それも先ほどちょっとご紹介しましたよね。っていうことはつまり血にまみれたカップルっていうのはおじさんと妹だったんじゃないかと、はい、まあ、推測が成り立ちます、はい、で警察がね虚偽の供述とした血にまみれたカップル目撃したっていう証言は実は事実で、はい、ギャング絡みだったため警察はそれを伏せた。なるほど。で近隣住民もギャング絡みのためにそれ以上の証言することも避けたって、うん、騒音がなかったって言ったことも、まあ、それは嘘の情報である、本当は騒音あったのかもしれないという推測ですね、これはね。ね、うん、いやいや、なんかすごい分かる気がするんですよね、うん、おばちゃん怪しいもん、うん、毎朝見てるのに、ね、毎朝見てるのにその日だけ髪洗ってたって、ね、言いたくても言えないんでしょ、怖いから、ね、自分もやられるからでしょ。いやだからやっぱ普段とね違ってる、他にいなかったって、うん、だからそれ自体が嘘なのかも、はい、確か思いますよね。でまた年賀状が届いたのも、はい、おじさんが釈放されたのも約事件から2週間後であるっていう点で、そのタイミングで年賀状を送ったとすればこれも辻褄が合うことになるんですよ、うん、といったこのようなおじさんとギャングをめぐるタグにたくさん浮上しております、うん、ですがどれも警察の捜査によって明らかにされておらずに真相は不明なんです、うん、で当時の警察にもギャングへの忖度などがあれば当然ね意図的に解明をしなかったっていうことなのかもしれないですね、うん、いやこれね聞いてて思いました、うん、意図的に解決しないようにしてますね。
なんかそんな気がする。雰囲気とか、ね、内容的に、ね、触れちゃいけないところを触れてしまったんじゃない？なるほど、うん、でその後の情報なんですけど、はい、事件のその後です。結局この事件は誰一人裁判にかけられることなく捜査は停滞しました。で子どもたちは事件の翌日1月7日にランドセルや本、おもちゃとともに埋葬されました。お母さんのメインは子どもたちがそれぞれの棺に入れられる間何度か気を失ったそうです。で事件の翌年1980年、タン夫妻は養子を探したんですが思うようにはいかなかったと。しかしメインは再度手術をすればね、また子供を産むことのできる可能性があることを知って手術を決断しました。で手術は見事成功して妊娠しまして、1983年に息子を出産した。でその後2人目の子供も授かったというところだそうです。まあまあまあね、悲しみを乗り越えてというところがありますけども、うんうん、非常にやっぱ凄惨な事件ですよね、うん、で2021年、シンガポールのメディアの取材によりまして、メイインがまだ存命でね、孫と一緒に暮らしているということは分かっております、うん、はい。いやなんか闇が深いですね。そうですね、そしてやっぱり一瞬にして自分の子供4人を失ってしまうご夫婦の悲しみ、悲しみね、そしてそれに塩を塗るかのような年賀状ね、どんな神経で送れんだろうって本当に思ってしまいますよね。怖いな、本当にめちゃめちゃ怖いなと思いました。はい、はい、ということで今回はシンガポールで最も非人道的な犯罪と言われたゲイランバル4兄弟殺人事件をお届けしました。以上、海外ミステリーファイルでした。ありがとうございました。